それでは第3位のね、渋谷選手からいきましょう。ウェイトが 4579g。 あれ、マイクがないか。はい、お疲れ様でした。おめでとうございます。はい、おめでとうなのか悔しいのか、今の心境はどうでしょう。まあ、これマックスなんで、はい、はい、まあ、完全連勝ですか。はい、はい、じゃあ、まあ、3人なんでね、コメント少しいただきたいと思いますけど、今日何本ぐらい来てるんですか。6匹ね、はい、はいはい、じゃあ1本入れ替え、はい、はい、これは5本は粒ぞろいなんですか。みんな同じぐらい。同じぐらい、はいはい、まあ、エリアとか振り方とかありますか。若手の足から、はい、まあ、50人を超えて、はい、左手の切り当たりまで行って、はい、で、まあ、何名か田原まで行ったんですか。はい、はいはいはい、で、全部好きなベート、はい、で、もう僕が言えるぐらい浅いところで全部ひたすら、はい、パッパクなんですか、それとも例えば1本2本まとめてパカッと。まあ多分ビンに入ってきてる魚だと思いますけど、はいはい、まあ自分の中で、まあ、比較して、まあ少しずつ設定と調整したんで、ピラミッド良かったらどちらのメーカー。ロニックのリバレンジ。リバレンジ、ウェイトはどれぐらい。1分の1、はい、ちょっと重めで、はい、早めに巻く感じの、はい、色とか何かこだわりは。一応こだわったのは、ホワイトと、はい、ホワイトチャート、はい、ホワイトチャート、はい、それもロ、まあ、気持ちでローテしながら、あとは水の色とか、はいはいはい、見ながらやってた感じ、はい、今年 DBC はどうでした。2年目なんですけど、はい、まあ4000人になって、はいはいはい、一応、まあ、お立ち上がりして、はいはい、また上がりたんで、はい、はい、わかりました、はい、じゃあまたね、来年頑張ってください。はい、お疲れ様でした。第3位、渋谷選手でした。第2位、沖田選手のウェイト 5663g です。はい、前回よりは 1kg ぐらい上かなと思って。そうですね、はい、でも超今日は危険な釣りをしたんです。お、あ、5本しっかり、はい、なんですけどね。はい、じゃあ、まあ、ね、20日後もありますけどね。まあ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 、てかもうここ嫌なパスも今年3回目ですから。3回目だよ。はい、はい、もう毎回毎回嫌ですね。はい、大石君がにやりしたね。はい、感じ悪いです。はい、今日はじゃあ5700も入ってますね。そうですね、はい、あと32センチの 600g っていうのがあったんで、あ、はいはいはい、でそれをなんとか入れ替えたかったんですけど、はい、まあまあこんなもんかな、はい、はい、です。タイムラグ的には前半で来てるんですか、後半で来てるんですか。後半ですね。前半実はもう何もなくて、はい、ノンキーを3つ釣っただけで、あ、もうこれはダメだ、はい、上行って3匹でもいいから5キロに乗るような釣りをしようとやってみたら5本釣れた。まあ当然ですけど、まあ、先行者もいますよね、この時間ですね。そうですね、はい、まあ、タイミングなのかな。まあオリジナルはやっぱり負けないと思いますよ。いえいえ、はい、感じ悪い言い方してますね。いやいやいや、だって人の後人の後ってる感じですよね、多分時間的に言ったら。あ、まあ釣り方なんかね、まあ、タイミングないから分かんないですけど、はい、ちょっと優しいなと思いますけど、はい、この1年はこれについてどうですか。まあまあ後で話があるか。うん、まあクラシックの意味はどうなんですか。やっぱムカつく。ムカついなくムカつくってね。本人目の前にしムカつくって本音では言えないです。本音では言えないですね。いやいや、でもはい、まあさすがだなと。はいはい、でもこの時期釣ってくる人ってそうなんだな。はい、でまあ大石君がどういう釣りしてるのかって大体わかるじゃないですか。去年も勝ったし。はい、でまあ自分には。ない釣りでさすがだな、勉強しなきゃな、はい、今日もひたすら巻きます、はい、はい、ルアーは言わなくていいですか。ルアーはい、まあ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 
ビッグフィッシュもね、はい、大石さん持ってますね今日ね、はい、持ってたのやっぱね、日産が持ってる日産ね、うん、はい、もう日産がね、あの乗ってくれるっていうんで、はい、釣れなかったら本当どうしようかと思ったんですけど、大石さんあれですよね、ディフェンディングで出てるんですよね。そうですね、これでまたディフェンディングと、はい、来年も出れるなと、ディフェンディングを渡りやると、はい、さあまあ今日は、あ、2週間後は誰に乗るんだっけ。え、2週間後、はい、2週間前流れはあんまりだから言わない方がいいのかなとか思って、ね、はい、まああのいろいろと、いやいや、でも兄さん乗ってたからね、すごいいい仕事をされたんですね、はいはい、あの当たらず触らずで今日のね、はい、5匹目釣ったの、はい、対岸で、はい、13時52分くらいなんですよ、はいはいはい、でそれまではそれまで4匹、うん、4匹いてもこのままじゃダメかなと思ったら52分に来て、はい、そのまま帰ってるような感じなんで、はい、持ってますね、勝つような時はそんなもんなのかなと、はいはい、まあ、基本的にじゃあエリアとかがありましたら話せる範囲ですかね、もちろん、はい、あの去年と同じところは釣れなくて、はい、もちろん沖側の対岸で、はい、ラバジブで2本、はい、トレーラーにホリークロー、はいはいはい、あれ釣れますね。で、器具は何を使ったんですか。器具はね、フットボール、あの、まあ、フットボールですね。フットボール、ウェイトは軽めなのか重めなのか、11グラム2を16分の1、まあまあまあ、まあまあ、11グラムね、はいはいはい、あとは、上で、はい、線香のジグヘッド、はい、4インチだとちょっと軽い、5インチだとちょっと長いってことでちょっと寸詰めにした 4.5 インチぐらいにした 4.5 インチを作ったんです。作った、はいはい、自作でそれは、4を伸ばすんですけども5を切りました。5を切る、あの太さが欲しいなと思って、はいはいはい、これ投げるときに楽なんで、うん、今日5匹釣ったんですけどね、ほとんどねネットで作って外れてるんですよね、フックが。あ、なるほどなるほど、はい、だから釣れはしたけれど、ちょっと食いが悪かったのかなって。でも逆に言うと神がかり的なものもあるんですね、うん、この日、2000弱はそれも天候の時ですか。天候で、はい、何時ぐらいに来たんですか。9時ぐらいですかね、今日10時ぐらいにどこも多分流れが止まるような感じだったと思うんですけど、はいはい、それまでに来てます、まあ、そのタイミングぐらいで釣れた。そうそう、そこ、うん、朝一すぐに釣れて、うん、まあ、あのポン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 って感じです。あ、勝つと思いました。まあ、最後のね、一匹釣った時はね、2人で勝ったかなってもう叫んじゃったんですけどね。でも、奥田君が測ってた時は、って変わってたけど、ガーンと思いました。でも、笑ってましたよね。そんなことございます。あ、そうです。ございます。俺に言ってんのね。まあ、あの、そんなところで。そんなところですか。はい。じゃあ、クラシック締めですから、何か言いたいことあったら。いや、今年ね、1年間本当いろんなことがありました。地震があって、台風2発来て、でもこうやってね、すごく使えるようになった、あの新海さんをはじめとする、スタッフのおかげでこうやって釣りができるようになった感謝したいと思います。どうもありがとうございます。はい、上位3人の皆さんにもう一度拍手をお願いします。